チャンネルではイギリスより世界の料理、お菓子、食周りの情報などをお届けしていますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。はい、皆さんお疲れ様です。今日はイギリスの国民食、なくてはならない食材ベークドビーンズを手作りしていきたいと思います。はい、材料の方の紹介です。前回買い物ビデオをご覧いただいた方は見たことありますよね。このカネリニビーンズを使います。日本では白インゲン豆という名前で乾燥の豆が売っております。もし豆を茹でるのがめんどくさい方は缶詰を使っても全然大丈夫です。まずこちらをたっぷりのお水につけて一晩ふやかしておきます。はい、豆がしっかり戻りましたので、こちらをよく洗ってお水も流してしまいます。そちらを柔らかくなるまで煮ていきます。私は圧力鍋を使いますので、だいたいこの圧力鍋で音が鳴ってから1分ぐらい加熱したらもう柔らかくなるんですけど、そちらは各自お鍋でやる方は一回触ってみて柔らかくなるまで茹でてください。かなり柔らかめに茹でるのがポイントです。というのもですね、後からトマトソースでコトコト煮るんですけど、お砂糖も結構レシピで入るんですね。その時に柔らかめに茹でないとお豆が結構またシュッと締まっちゃうんですね、お砂糖で。ですので若干普通の煮豆の柔らかいバージョンの煮豆を思い浮かべて茹でてください。はい、玉ねぎ小さいの1個分粗みじん切りにしていきます。はい、鍋にオリーブオイルを大さじ1杯敷きまして、火にかけて先ほどの玉ねぎを炒めていきます。みじん切りにしたニンニクも一緒に加えて玉ねぎを炒めていくんですが、玉ねぎは特に飴色になるまで炒める必要はないです。透き通ってしんなりするまで炒めていきます。はい、玉ねぎがしんなりしましたらトマト缶の方を加えます。そしてトマトペーストも加えていきます。はい、トマト缶のホールをこうやってあらかじめ潰してから煮ていきます。この中に茹でておいた豆を入れるんですけれども、茹で汁をその時に1カップぐらい取っておいてください。はい、この中に茹で上がった豆と茹で汁1カップを加えます。はい、こちらにブラウンシュガーとレッドワインビネガーを 200ml 加えていきます。レッドワインビネガーがなかったら白ワインビネガーでも大丈夫です。こちらに塩コショウを適量加えます。こちらはあればでいいです。さらに香り付けをするためにローリエを1枚加えました。全体を混ぜて弱火にしてコトコトゆっくりと煮ていきます。あとはひたすらじっくりと1時間ほど弱火で煮込むだけです。
ちなみにこのレシピは結構甘めのレシピです。甘いのが苦手な方はお砂糖の量を調節してください。缶詰のベイクドビーンズもとっても甘いので、それに比べれば自然な味に仕上がると思います。この日はちょっとフルブレックファストではないんですけれども、あるものでベーコンとマッシュルーム、ソーセージ、目玉焼き、そしてバターを薄く乗ったトーストの上にこのベークドビーンズをかけてイングリッシュブレックファストを食べたんですけれども、イギリス人にとってこのベークドビーンズというのは本当に日本人にとって納豆のような存在です。ですので家の中にストックしている家庭はとっても多いです。でこのようにフルイングリッシュブレックファストのようなものでなくても、お気軽にトーストにバターを塗って温めたベークドビーンズをかけたものだけを食べることも多いです。これは缶詰よりもずっと美味しく仕上がりますし、日本に住んでいた時にこれがどうしても食べたくなって手作りをしていたんですね。日本で一缶買うと500円ぐらいするじゃないですか。要するにイギリスに住んでいると納豆が一パック500円ぐらいするのと同じような感覚で、でもこの白いんげん豆の乾燥のものが手に入れば本当に安く、たくさん、しかも缶詰よりずっとずっと美味しく仕上がるんですね。ですので日本に住んでいる皆さんもぜひぜひやってみてほしいなと思います。アレンジバージョンで玉ねぎを炒めるときに一緒に刻んだベーコンをカリカリになるまで炒めてから煮ると、さらにポークビーンズみたいな感じになって、とっても旨味が出て美味しくなると思います。基本的にはパンの上に乗っけて食べるものなんですけれども、私はお腹が空いた時に上にチーズをトッピングして電子レンジでチンして豆とチーズだけを食べたりもすることあります。それから動画の右側に見えている調味料はウスターソースです。日本に売っているウスターソースと本当にそっくりなウスターソースなんですけど、イギリスのウスターシャーシュというところが発祥のソースなんですね。これをベークドビーンズの上に垂らして食べるのが我が家のお気に入りで、家によってはブラウンソースといって日本でいう中濃ソースのような茶色いソースが売ってるんですけど、それをかけて食べる人もとっても多いです。今日は、ベークドビーンズ手作りでやり方を紹介させていただきました。本当にびっくりするぐらい美味しくって、下手すると缶に戻れなくなるぐらい美味しいんですね。でこの分量で作りますとかなりたくさんできるし、あと半分ぐらい冷凍しておいても全然大丈夫ですので、ぜひ作り置きして手作りのベークドビーンズを楽しんでみてください。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。またね。バイバイ。